いやでもこれだけのレベルの麻雀だと1局が敗点まであると嬉しいですね。そうですね。なんかね、1段目で終わっちゃうとちょっともったいないなって気がする、はい、終盤まで見たい、最後まで見たい、そう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 、全員の模様が見たいですね、今の曲もね、はい、さあ近藤親番です。トン4局ドラガリアンピンです。さあこちらは園田の手配ですね。ん？園田の手配、うん、シャーチャです。シャーチャですね、はいはい、さあこちらが近藤の手配、親番なんですがちょっと辛いか、辛そうですね、はい、さあこちら4統一です。村上、村上は統一で見ながらになりますね。あ、これすごくいい、ここが一番いいですね、はい、単品三色ですね、うん、かなりもうどの位置から切るかっていう感じですよね。うん、金子も三統一、うん、園田がかなりいいですね。うん、はい、アドバンテージはだいぶありますね。そうですね。村上はね、このドラ、あ、ドラ1枚ですからね。1枚です。うん、そっか。でも先ほどもバラバラの手配からハネマンのチートイツは上がってますから。あ、そうですね、はい、はい。村上がこれをどう仕上げてくるか。さあ、金子さん。金子は、あ、もう、まあ、ややもう受けを意識かな、うん、なるほど。うん、いや、近藤のハイパーはちょっと無残です ね、 そうですね、親番でこれはね、はい、ちょっとなんとかしてくれよっていうハイパーですね。うん、どうなんだろう、こういう8とかってね、どこまで持ってたいかって微妙ですよね。うん、なんか7がくっついても ね、はい、どっちも2度受けでみたいな、うん、でも極力情報を出さないように、はい、そのスーパイも端っこから真ん中に向けて切っていきたいとかっていう思惑もありますし、すごい神経使いますよ ね、 そうですよね、ああいうところの切り順は。さあ村上、ドラメンツが完成してしまいました。トンからいった、はい、ペーからじゃなくて、ほうほう、さあ、インペコ完成、これでパーピンなのかな、パーピンかパーソーですか。まあ、パーピンパーソンなら形で言ったらパーピンですけど、こうなると、うん、あ、でもペーダー目いっぱいいった、目いっぱい、やっぱりね、チーピン引きが二度受けになっちゃいますからね。うん、うん、パーピンはね、そっか、金子の現物、そう、現物なんです。村上もローピン早いとかでちょっと残しやすい、縦も意識してるのかもしれないですね、その場合ひょっとしたら。でもあの手チートイツにしたくないですけどね。したくないですけどね、なっちゃったらしょうがない的なところですか。いやでもしたくないですね、いくらチートイツ好きの僕でも。この園田の手でしょう、はい、これをチートイツですか。これチートイツは嫌、僕は嫌です。うん、とても嫌ですね、このチートイツ。あと、そっか、はい、ローピン引きからとかか、そうですかね、はい。いやー、今度はドラドラ、ドラドラになりました。今度ドラドラということは、ここはもう仕掛けていくのかな。トンを切って目いっぱいか、ローソー、ローソーも、へー、ローソーなんだ。統一手の方か。だとするとね、ローピンという手もあったんですけどね、ローピンは2枚切れだったんで。ですよね。そうですね。うん、まあ、先手は取れないから、安全度も考えながらっていうとこなのかもしれないですね。なるほど。あ、すごいいいスーピン引いた。はい。ただ、リャンオッパーピンは振り点です。まあ、でも3面待ちならね、この順目の3面待ちの振り点は、うん、うん、振り点じゃないですよ。うん。ああ、でもそれ、ソース全部切るんだ。ああ。缶チーピン引くって思ってるな、これは。なるほど。近藤は。間違いない。缶チーピンを引くから、やっぱり、ね、チーピン引いた時に9ピンあった方がいいでしょってことですね。ピンズ上で2ブロックなんですね。そうそうそう。もう完全に構成が。そういう構成ですよね。そうじゃなかったら、今のローソースーソの説明がつかないですね。さあ、このチューンは。ポンでしょ。はい。ポンですね。近藤がポンです。で、リャンゾー切り。あ、でもこれ缶チーピンと9ピンで上がったらすごいかもね。いやー、すごいですよこれ。なかなかローソー切りって思いつかないですよね。うーん、ローソーは切れないなー、いやでもすごいわかります。あ、ローマンすごい。ローマンをあんこにしたパワンでしょ、うん、いやで残り1は9ピンをね、一瞬前に村上に打たれちゃったんですよね。そうなんですよね。 それが痛い。なんか9ピンからもし仕掛けていれば、うん、まあ、結果論的な話で今缶チーピンの転敗にはなってますけれど、うん、あれ村上のチュンってつもぎりだった、つもぎりでしたね。あ、つもぎりでした、はい、そうか。
さあ、チーマンを引いて園田が考えてますね、うん、6球満も割といいと。なるほど、そうですね、うん、でも打点で言ったらサブローピンだけど、うん、むしろサブローピンは良くないですね、うん、だいぶで、うん、今村上がウーピン打ったんで安全に打てるところで切っておこうっていうことですかね。なるほど、卒がないですね。次手出し入ると近藤にウーピンが打ちづらいとかですか、うんうん、これトンの手出しとか実際入るのかな、うん、そうですね、入りましたね、ただまああのトンギでもあんだけ悩んでさ2枚系のトンギだとまだそんな怖くないかなって感じしますね、うん、さあここで換算マンを入れた園田、うん、マッチは6球満。ああ村上あんこだ、9万こちらにローマンあんこです。あーすごいすごいすごい、順からだ。え、順から両ピンと9ピンの方が上がれるんでしょうか。9ピン1枚だけ、両ピンが1枚いますよ。6球満順からなんと、え、リャンピンいない、いないいない、あ、リャンピンいますね、失礼いたしました。うんですね、場には良さそうなのに。え、これ今度ほんと9ピンで7-7上がったらこれすごいすごいね、超ファインプレーですよ。はい、さああるの、そんなこと、どうだ9ピン、そんなことがあるの。これ多分押すよね、近藤は押しますよね、ほぼほぼ降りないですよね。さあチュンはポンされている牌です。9ピン1枚を園田と一緒に掘ってるゲームだこれは。はい、あとウーピンね引いてスチューピン間違いとかもあーあー、卓が揺れてるあーってしてますね、あーってこう手を後ろに飛んで、はい、これこれこれ、はい、やっちまったかもいやー確かにこの手は行きたかったですもんね。うわぁ、まあ、小さい引き戻ししか行かないよっていうやつか、うん、あ、パワーピンだ、ピン、これでペンチーピンに変えるがある、ね、ありますけど安全に行きました ね、はい、まあ、でも安全ものでも9ピンもほぼ通るけどね、9ピン、まあ、パワーピンノーチャンスだから、はいはい、パワーピンノーチャンスの1枚切れだから短期だけ、うん、うんうん、その他3ピン引いたんだよね、熱い。サブローピンの方を選んどくと今、ま、ね、満貫積もっただけだ。でもそれは厳しいんだろうな、あの馬強だと。あ、9ピンだ、すごい、すごい、すごい、これ、と今度の上がりです。いやー、これはすごいわチュン、どうだろう、2600、お、浦さん2600ホールの積も上がりです。いや、これは上がれないでしょ、すごい。いやー、ローソー切れます、あそこで。無理です、2、4、6のところでローピンだよね、普通に考えて切るって、はい、これピンズの上で2メンツっていう構成がね、ほんとできないで、できないっていうか、もういやーすごい、形の方が優先されますもんね。シビアチャンネル、動画を見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。お願いします。